美子、28歳の在宅ワーカーです。数年前に亡き祖父から受け継いだ一軒家で、現在は幸せに暮らしているんですが、最近まで私は隣人のドキュン家族に困らせられていました。そのお隣さんは奥さんの莉子、旦那さんの太一、4歳の男の子雄大くんの3人家族で、少し前に引っ越してきたんです。初めてお隣さんに会ったのはとある日の夕方、私がスーパーへ買い物に行って帰ってきた時でした。空き家だった隣家の前で男女が大声で笑いながらタバコを吸っていたんです。この2人が莉子と太一でした。足元には大量のタバコの吸い殻があったんですが、ここの近所は小さなお子さんが多く住んでおり、路上喫煙は固く禁止されていました。彼らのそばの電柱にもデカデカと路上喫煙禁止と書かれた張り紙があったんです。表に家具が並んでいたので、隣家に引っ越してきた人たちだろうと察して、怒りはしないまでも一言をやんわりと教えてあげようと思ったその時でした。杖をついたおじいさんがやってきて、その二人に、こんにちは、突然で申し訳ありませんが、ここは路上喫煙禁止ですよと丁寧な口調で言っていました。すると、えっせんだよジジイ、俺たちに指図すんなボケジジイ。その男女はそう言うと、なんとおじいさんを二人がかりで突き飛ばしたのです。びっくりした私は思わずおじいさんに駆け寄って、大丈夫ですかと声をかけ、ちょっと何も突き飛ばすことないじゃないですかと言いました。んだと、部外者は引っ込んでろおせっかい女。そうだそうだ、てめえに関係ねえだろおせっかいアホ女。部外者と言われようがなんだろうが、突き飛ばされて痛がってる人を放ってなんておけません。それに申し遅れましたけど、私隣に住んでるパニコと言います。その足元の吸い殻ちゃんと拾っていってくださいね。風でうちの前に飛ばされてきたら私が掃除する羽目になるんですから。私の言葉に二人は続けてきちっと下打ちすると、家の中へ入っていってしまいました。なんて人たちなの。どうやらおじいさんは怪我はしていないようでしたけど、あんな人たちがこれから隣の家に住むだなんて先が思いやられる。そして案の定、やつらが引っ越してきてから毎日家でどんちゃん騒ぎの大迷惑。昼でも夜でもお構いなしに大音量でカラオケやテレビの音が聞こえてくるんです。その際窓も全開だし、在宅ワーカーの私は仕事に集中できずかなり困ってしまいました。我慢ならずお隣に行ってインターホン越しに注意したんですが、うるせえおせっかい女と怒鳴られるだけ。警察を呼んで注意してもらうことも考えたけど、あんな頭がおかしい奴らなもの聞く耳を持たないでしょう。そんな風に悩んでいた私でしたが、この期間に嬉しいこともあったの。長く付き合っていた彼氏のタケルが長期出張から帰ってきて、出張が終わったら結婚しようという約束通り婚姻関係に。タケルと一緒に住むようになりました。が相変わらずお隣さんの騒音はそのまま。そんな昼間うるさくて仕事に集中できないと頭を抱える私を気遣って、タケルが近所にある居酒屋に行こうとよく誘ってくれました。それであの夜もタケルと一緒にその居酒屋で飲んでいたんですけど、パニコ、これプレゼント。タケルはそう言うと私に小さな箱に入った指輪をくれました。ペアリング渡すのが遅くなってごめんね。私はもう嬉しくて嬉しくて、タケルの目の前でその指輪をはめてみせました。それからタケルにその指輪についていろいろ聞いていたんです。私が寝ている時にこっそり指のサイズを測っていたこととかねその時でした。おせっかい女が色気ついてるよ。突然耳障りな声がして振り返ると、ゲッ。ついさっきまで誰も座っていなかった私の後ろのテーブル席に、あのドキュン夫婦リコと太一が座っていたのです。関わり合いたくなかったので、私がお手洗いへ行った後すぐ私たちは店を出ることにしました。でもね、席に戻るとなぜかあのドキュン夫婦がいなくなってたの。どうやらタケルがレジで会計を済ませている間に帰ったみたいです。会計を済ませてしまったので私たちはそのまま帰宅。すぐに睡魔が襲ってきて、
早々に眠ってしまいました。その翌日の昼前、いつものように家で仕事をしていると玄関のチャイムが鳴りました。インターホンの画面にはなぜか膨れつれをしているリコの姿が。チェーンをつけた状態で玄関のドアを開けました。あんた、これは一体どういうことなの？私がドアを開けるなり、リコはプンスか怒りながら私に小さな四角い箱を乱暴に渡してきました。その箱を受け取りながら思わず、あっと声を出してしまった私。だってその箱、昨日タケルからもらったリングのケースだったんです。それ私のじゃないですか？なんであなたが持ってるんです？昨日ちゃんとカバンにしまったはずなのに。カバンの一番上にあったのが見えたんで、こっそり頂戴したのよ。なんで中身が空っぽなわけ？換金しようと思って店に持って行ったのに、中身がないから恥かいたじゃないの。はぁ、あ、おいおい、ちょっと何言ってるのこの人。つまりあなたは私のカバンから指輪を盗んでお金に変えようとしたわけですか？信じられない、泥棒じゃないですか。てかわざわざ持ち主にそれ白状してしまいには文句言いに来るなんて、あなた異常ですよ。私に向かって異常ですって？あんたの方が異常じゃない。盗んでくださいと言わんばかりにカバンの一番上にリングケースを置いて、あんなにベラベラ男と高そうな指輪の話してたら誰だって中に高価な指輪が入ってるって思って盗みたくなるものでしょ。絶対になりません。今回は手元に戻ってきたからまだ良かったけど、今度こういったことをしたら問答無用で警察に突き出しますからね。この女、調子に乗りやがって、覚えてやがれ。リコはそう言うとふんと鼻息を荒げて自分の家に帰っていきました。何が覚えてやがれよ、それはこっちのセリフだっての。激怒していた私でしたが、この時よりももっと最悪なことをあいつらはしやがったんです。あの日もタケルと一緒に例の居酒屋へ。テーブル席に座ると店員さんが2人分のビールとお通しのひじきの煮物、お刺身を持ってきてくれました。それじゃあ今日もお疲れ様でした。乾杯。とその時です。このひじき安そうだからあげるわ、お刺身一口ちょうだいね。大地、雄大、お刺身二人分もらったわよ。突然横からリコが現れて、私とタケルのお通しのお刺身をお皿ごと持ち上げたんです。は？びっくりしている私とタケルにリコはにやりとすると、私たちだいぶ前からあっちの奥の席に座ってたんだけど、あんたらの声がして覗いてみたらビンゴやっぱりあんたら来てたんじゃないの、ラッキーと言ってそそくさと私たちのお刺身を持って奥の席へ戻っていってしまいました。まもなくこんな声が聞こえてきました。おお、ただでこんなうまそうな刺身が食えるとは、俺たちついてるな。私の手柄なんですからね、私に感謝しなさい。あ、タイは私が食べるんだから絶対手をつけるんじゃないよ。もう私は腹が立ってしょうがありませんでした。だから奴らの席に行って、これは私たちのお刺身です、返してもらいますと言い、お刺身をお皿ごと自分たちの席に戻そうとしたんです。するとリコが立ち上がってそれを阻止。人のお刺身を取るなんて、なんて卑しい女なの。人のですって？これは私たちのお刺身で。おせっかいアホ女の上にこじきクズ女だったとは、みっともね。もう不愉快でたまらなかった私とタケルは先日同様さっさと帰ろうとレジへ。すると店員さんがやってきて、あちらのお客様方が会計を一緒にしろと言っていてと言って、あのドキュン夫婦を指さしたの。奴らを見た私とタケルにドキュンたちはケタケタ笑っていました。この野郎、てめえらのことを刺身にしたのかなんて思っていた私でしたけど、間もなく私たちの元へ来た別の店員さんにあることを伝えられたの。それによって奴らがボロボロになっていく最高の瞬間をこの目に収めることができました。さて、私たちに一体何があったのか。ひとまず私とタケルは
店員さんに言われた通り、また席に戻って食事を始めました。ドキュンたちもそれに気づいたようで、こちらを見て小首をかしげていたんですが、やがてまたリコが私たちのところにやってくると、炭水化物、炭水化物、チッ、パスタかよ、米が食いたかったのに。まあいいや、これももらっていくから。大地、雄大、パスタももらったわよ。リコがそう言って、私とタケルのパスタをお皿ごと持っていこうとしたその時でした。待ちなさい、それはあんたのじゃないだろ。お店の奥から現れた人物にリコは驚いたのでしょう。一瞬動きをピタリと止めました。だってその人物が奴らの路上喫煙を注意したあのおじいさんだったんですもの。は？あんた前に会ったポケチじいじゃん。なーに、あんたも飲みに来たの？てか、なんで店の奥から出てきてんの？部外者がイチャモンつけてんじゃねえぞ。また突き飛ばされてんのか。そうだそうだ、引っ込んでやがれ。いつの間にか太一もリコの隣にやってきていたんですが、おじいさんの後ろにわらわらと他の店員さんが何人かやってきて、リコと太一を怖い顔で睨みつけました。ちょっと何なのよあんたら。客のことそんな目で見て、ここの接客態度はどうなってるの？そうだそうだ、 SNS にいろいろ書いて店の評判落としてやる。それは失礼、この店のオーナーはわしじゃ。文句ならわしが聞いてやろう。は？リコと太一、おじいさんの言葉にキョトン。そうなの、実はここの居酒屋、このおじいさんの持ち物。あの日こいつらに突き飛ばされたおじいさんに声をかけた時、この居酒屋のオーナーだって話を聞いてね。以来私はこのお店の常連で、おじいさんはよく私にサービスしてくれていたの。実はさっきのお刺身もパスタもおじいさんからのサービス。ちなみにさっき帰ろうとしていた私たちを引き止めた店員さんには、オーナーがこれから面白いものが見れるからまだ帰らないでくれと言っていますと耳打ちされたのよね。あのしら、今回だけではないな。店に来るたびに人様のテーブルから食べ物をくすねてるじゃろ。今さっき監視カメラの映像を確認させてもらった。これは立派な窃盗罪、犯罪だと知ってやったことなのか。え？おじいさんがそう凄むと、ギグ、窃盗罪？ちょっと人のもの食べたら窃盗罪なの？太一、どうなのよ。大焦りのリコが、どうなのよ、私たち捕まるわけ？と必死に聞いています。どうもこうも、もう警察には通報したぞ。ちょっと待ちなさいよ。そんな警察に捕まるなんて、窃盗罪だなんて知らなくて。いやよ、見逃してよ。過失よ、過失。そうよ、過失だから許してよ。盗もうと思って盗んだ時点で来い。過失は違う意味の言葉よ、あんたアホ。私の言葉にリコが涙目になって、と叫ぶと、目にも止まらぬ速さで放心状態の大地と奥の席で座っていた雄大君の手を引き、会計も済ませずに慌てて店を出ようとしました。ところが同時に店に入ろうとしてきた二人のおまわりさんと衝突。床に派手に尻餅をついていました。おまわりさん、そいつらが窃盗の犯人です。ついでに食い逃げ犯です。おじいさんの一言にリコと太一が拘束。しばらくリコと太一のごめんなさいと泣き叫ぶ声が店の中にまでしっかり聞こえていました。その後リコと太一は警察のお世話になることになったそうです。あいつらあんなドキュンですから、余罪も相当あったみたい。しばらく刑務所から出てこられないでしょう。ちなみに雄大くんは親戚に引き取られたそうです。あいつら育児もまともにやってなかったらしくて、雄大くん、あいつらと離れた後の方が元気なんですって。雄大くんを引き取った親戚の人がわざわざうちにお詫びに来たことがあって、その時にいろいろ教えてもらいました。さて私はというと、タケルと二人ラブラブな夫婦生活を送っています。あの迷惑な隣人もいなくなって毎日快適です。
そうそう、この間またあの居酒屋に飲みに行ったんですけど。パニコさん、はい、今日はしゃぶしゃぶをサービスだよ。おじいさん、いつもこんなに高価なお料理をごちそうさまです。それでね、いつものお礼に今日はおじいさんにプレゼントです。俺とパニコの2人で選んできたんですよ。そんな気を使わんでもええのに。で、これはわしが大好きなアイドルグループ PAK48 のライブ DVD とクッションではないか。かわいいの。今度3人でコンサートも行っちゃいましょうか。ひしひし。